上原竜は、長野県軽井沢町出身の競輪選手、元スピードスケート選手。競輪選手としては、日本競輪選手会長野支部所属。日本競輪学校第95期生。師匠は、市村和明。軽井沢中学校時代、2001年の全国中学スケート競技大会500メートルで優勝。佐久長聖高等学校時代、2003年の、 国体スピードスケート少年男子1000メートルにおいて2010年のバンクーバーオリンピック500メートルで銅メダルを獲得することになる加藤ジョージを破って優勝。しかし社会人になってからは成績が伸び悩み目標としていた2006年のトリノオリンピックの出場を果たせなかったことから自身の父親との交友があった市村和昭に弟子入りし 競輪選手を目指すことになった。2007年に競輪学校第95期生として入学。同校在籍時代は在校競争成績第1位、そして卒業記念レースでも優勝した。2009年1月2日、小田原競輪場でデビュー新着。その後、デビュー以来無敗の9連勝を果たし、2008年1月より実施されている永久チャレンジ戦の制度が設けられてから、 初となる無敗で A 級二班への特別勝判を決めた。ありがとうございます。